10年に一度の大寒波。普段とはレベルの違う寒さゆえのトラブルはこの地域でも。多分エンジンがかからなくなったと聞いてありますので、立ち上がりの可能性が。車の所有者によると、おとといエンジンをかけた際は問題はなかったということです。今朝かけようと思ったら変な音がしてかからなくて。どれだけバッテリーに電気が残っているかとかチェックさせていただきますね。あと 12.5 ボルトから 12.6 ボルトなければいけないんですけども、今この子がすぐ車の前に見ていただきたいんですけども、今見ますと 12.1 下がってますね。少しバッテリーが上がっている可能性があります。バッテリーを充電すると、エンジンがかかりました。JAF によると、午後4時過ぎで愛知県だけで551件もの問い合わせがあったということです。帰宅時間も含めて、これから日がかけて気温が下がるにつれて路面の凍結が非常に多くなってくると思うんです。そうすると何でもないところがいきなり凍ってたりすると、やはり気は抜けない時間帯になるかと思います。